今年も俺の勝ちだな、悪魔よ。くそ、もう少しなのに、なんで届かねえんだ。それが騎士と悪魔の絶対的な差だと知れ。認めねえ。ヒーローは絶対に諦めたりしない。諦めることも時には必要だぞ。お前はこの勝負では永久にこの騎士王に勝つことはありえない。もっと根本的な打開策を考えないと、本当にアーサーの言う通りになっちまう。どうした、シンラ。ヒーローは諦めないんじゃなかったのか。お前は所詮その程度だったのか。できることは全て試した。それでも届かないっていうのか。俺はアーサーに勝てないのか。さてはお前、あの悪魔の偽物だな。何バカ言ってやがる。本物に決まってんだろ。俺の知ってる悪魔はな、頑固でバカで、頑固でスケベで、空気も読めない。おい、頑固って2回言ったぞ。だが何よりも自分が目指すヒーローであろうとする男だ。そこだけは認めていた。アーサー、お前。でも身長はずっと俺の方が高いままです。てめえ、この野郎ラピッドでぶっ飛ばす。頑固にぶっ飛ばす。俺はもう見切った。